本試合のマッチコミッショナー並びに審判団をご紹介いたします。マッチコミッショナー布施直嗣、続いて審判団主審友政俊樹、副審若宮健二、同じく副審小野優太、第4の審判員宇田川康弘、以上の4審判です。ただいまより両チーム選手を紹介いたします。はじめに青森山田高校、ゴールキーパー福田鈴木翔英、背番号1、ディフェンダー小林拓斗、背番号2、ディフェンダー小沼壮樹、背番号3、ディフェンダー山本虎、背番号4、ディフェンダー小泉海斗、背番号5、ディフェンダー塚澤時、背番号6、ミッドフィルダー川原良介、背番号8、ミッドフィルダー柴田玲、背番号10、ミッドフィルダー福島